はい、こんにちは、ショウタです。ポケットモンスターソードシールドの新ランクマッチやっていきます。昨日の動画の続きからなので、まだスーパーボール級ね、これ勝って多分ハイパーボール級の10になるぐらいなところなんですけど、やっていきます。これどうしようかな、選出。いろいろ投げたいポケモンがいるんだけど、ザマゼンタ考えてヌオーが欲しいでしょ？で、エスパ考えてドヒドが欲しい、イベルタルを考えると、あ、違う、イベルタルじゃない。ゴリランダ考えるとイベルタルが欲しい、サンダ考えるとラッキーが欲しい、ストロイド考えるとナットレイが欲しいみたいな感じで。ただまあ、ザシアンが絶対出てくるから、ヌオーを投げて、ほどほどにエースバーンとドヒドイデを見つつ、イベルタルもまあいないと話になんないから、イベルタルヌオーをアット1みたいな感じがいいんかな。イベルタル、ヌオー。いや、この2体だと明らかにサンダー重いからさ、ラッキー投げたいけど、うつろも重いよな。どうすんの？ラッキー投げるか。これ、サンダー、無理、くないか？サンダーどうすんの俺。いや、わからん。いや、でもサンダー出てくんだよな、多分。あ、じゃあ、うつろいとか重いんだ。だから、で、イベルタルが物理型なことを考えると、ウツロイドでなんとかしようって話になんなすぎるからさ、そのルートは取れないんじゃないかな。ないってこれ裏ザシアンいるから、おそらく引いてくると思うんだけど。デスウィングが安定なんかな。イベルタルちょっと削れるぐらいだったら問題ないのと。火炎ボール。まあ、タスキかな？初手だから。結構効くねえ。130ぐらい入ったかな。まあまあ、こんだけ返しで入れば、がっつり回復するから。オッケーで、これ次耐えてデスウィングでとりあえずエスバが処理できるかな。エスバ受けに持ってきてんのが、ヌオーだから、なるべく、こいつの処理に、後投げする展開をやりたくなくて。まあ、だからイベルタル削れる方が多分まだマシで。裏ザシアンと、ゴリランダなんだったら、まあ、ヌオー大事にいって、まあ、ラッキー捨てながらイベルタル回復できれば勝ちかな。ただグラススライダーで殺される展開、苦しいか。サンダーがいる。これだったら多分、裏で、ラッキーヌオーで受け回して勝てると思うんだよね。イベルタルじゃない、ザシアンさすがに出てきてるよね。だから、こいつにラッキー当てて、ザシアンに、ヌオー当ててみたいな感じで。ボルチェンでラッキーが削られていくけど、釣り交換を毎回できればの話で、ラストゴリラか。雑誌は投げてないんだ、相手。それは、どう、いや、こっちのさ、金殿がさ、イベルタルいるのに雑誌は投げないって、あんまなんか微妙な、感じもするけどね。8巻いてるとまずいか。あ、じゃあ、剣舞だとまずい。8巻きあったら、ヌオーせてイベルタルでいいんだけど、剣舞だった場合はやばすぎるな。剣舞ったら、こう多分自敗入れないと勝ち筋がないでしょ。いや、ハチマキだと思うけどな、ハタキ。これハチマキっぽいね、動きが。それならば、サンダーに妨害を入れて、とかでいいんかな。毒でいいでしょ、ここ。聞いて、ハチマキだね、この動き。畑あったら大体ハチマキって思ってるんだけど、ここはですね、オッケー当てるのは偉い。で、相手がどっち押すかだな。どっち押すかだな。まあ、ここでボルチェンを押せるかどうかみたいな話で。
暴風で殺されて、ラッキー出て、ゴリランダーにベルタル釣って、まあ引くのに合わせて、まあ毒でいいか。ボルチェン、あ、スビキ、はいはいはい。一番アド取れる感じになったね。毒入る。多分だけどさ、グラスラーあの HP でイベルタル耐えると思うんだけど、そんなことないかな。ハチマキだからちょっと無理くさいか。いやーこれなんだったらさ、初手のさ、エース版対面さ、イベルタル大巻きって、大ジェットからアークアークとかでゴリ押し切れたよな、多分。失敗したな。ここね、こう、引いてくること考えてネットでいいか。そんなわけはまあなく。で、これなら、ここでグラスフィールド切れるから、上からこっち羽が押せて、みたいな、ことを考えてるんですけど。うん、これでイベルタル、行って、で、ここ、上から殴れるんだけど、殴ると多分、サンダー捨てからの、こいつで積んじゃうから、羽を押さなきゃいけなくて。で、相手もこっからタクで、ボルチェンを打つんだと、イベルタルにダイジェット切られてると多分ボルチェン耐えられて、で、ゴリランダーが、殺されてこっち、ラッキーで勝ちになるから、ボルチェン押せないんじゃないかな。ダイサンダーか、電気技で10万とかで突っ込むしかないと思うんだけど。オッケー。これだったら最後あとイベルタルで、ダイマ残してるから。まあ、ゴリランダーにダイジェット切って捨てて、あ、捨ててか倒して、サンダーそのまま、チビになってるから。アークとかで仕留めれんじゃね？ダイサンダーかな？ああ、ダイジェット、はい。ああ、まあこっちジェットをしてたらあれか。ジェットアークとか考えると、そのルートになるんかな？で、サンダーを、ダイアークの圏内に確実に入れるべきだから、ステロなんかな？やることは。ちなみに、ゴーサンダーが急になんか物理技を打ってくるみたいな話があると、卵産みをしてなきゃまずかったね、みたいなことになるんですけど、そんなことはないはず。オッケー。ゴリラ出てくる。まあ、あれか。相手、上から10万で、急所とかの勝ち筋狙いみたいな感じなのかな。まあ、ステロ巻いて。で、ゴリラ何言ってくんだろうな。まあ、何言ってきても平気か。ステロも入るわけだから、適当に投げてもいいのかな。卵を産みでもいいけど。投げていいか。グラスラー。これ多分一発は耐えるんだよね。卵見れんだでもよかったか。まあ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 。ステロも負けてるし、これはいけんじゃないか。な、本当に受け回して勝つ試合はちょっと難しいな。禁電枠がめちゃくちゃいるわけで、多分ね、なんか複数まとめて受けるみたいな結構、ラッキーぐらいなんじゃないかな、そういうことできるの。と思ってるんですけど。あとなんだケアしなきゃいけないの。サンダーが、スカーフとかが。それを考えると。どっちにしろここダイマックスなのかな。イベルタル投げて、グラススライダーを食らう、プラスの、
スカーフ、電気技とかを考え、まあ、大変じゃないかな。ですか。いや、弾じゃなかったからな。スカーフでも全然おかしくないんだけど。ギリギリね、イベルトル、サンダーに抜かれてるから、ここはちょっと苦しいけど、サンダー結構いるからな、やっぱり。まあ、でもなんとかなんじゃないかな。な、一回羽押す話もあった気がするけど、そこに、サンダー投げとかまあまあ鬱陶しいよね。これで、サンダーの、メガネは平気だから、まあ、特化10万は大丈夫でしょう。だから、いや、いけんじゃないかな。で、返しは絶対落とせると思うんだよね。耐えてくれると思うけどね。うん、ステロも入るから、返しは絶対落とせるから、アークで行くんだけど、スカフではなかったね。まあ、それか控えめでスカーフとかなんかな。スカーフだったとしても。まあまあまあ、OK でしょう。ちょっとでもなんかポケモンらしいポケモンができたね。もう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これはあれだね。相手も劣化版のイベルタル入れてるけど、まあ、海洋画がおそらくスカーフで、まあ、ラッキーで頑張りつつみたいな感じかな。ただ、ラッキーだとファイヤーに対して不安しかないから、まあ、自破を絡め、いやー、ちょっと無理あるな。ちょっとどころじゃないぐらい無理あるな。いやー、ただ海洋がいるからラッキーは投げたいんだよな。まあ、ファイヤーでボコボコにされるんだったらメタモンでパクって切り返すか。っていう動きでいいから、そうすると初手のランドロスとかに、一方的に押し負けない方がいいから、メタモンから入りたいかな。海洋型対面しちゃったらラッキー引けばいいわけだから、メタモンから入るか。これでいいかな。メタモンから入るのは正直不本意ではあるんだけど、まあ、この形しかないかな。結構初手で誰をパクれるかが重要で、こげこう。まあまあまあ、技見てから考えるか。ボルチェンがあるかないかでまず話が決まるんだけど。どうなんですかね。壁のやつか。挑発がある。まあおそらく相手も壁を張ってくるんじゃないか。厄介なのがランドロスなんだよな。そうなると。まあでもラッキー引くか。コケコの方最初に見れたの結構でかいかもしんないね。挑発。まあ、いやちょっと鬱陶しいな。これラッキー引き一点読みでしょ。他なくね。だからボルチェンなくて、ここ相手引いてくる場面だから。投げで、引かれてまずいの。いないな。投げでいいか。いや、ここで、自破カステロ、裏に通すつもりでいたんだけど。壁、はいはいはい。壁ターン、頑張ってからして、パクったやつで詰めるのと、ダイウォールを絡めて、ターン稼いでとか、かなまあ、ラッキー捨てながらターン稼ぐ、あれもあるから。こうね、リフレク張ってきてくれると楽だけど、まあ、引くよね。そっちの方がきついんだよな。ランドロス。こいつが、破壊しに来るランドロスだと、非常に嫌なんですけども。で、壁が入ってるから、いやー、こいつ自破通んねえのが強えよな。まあ、メタモンに引いてパクる。動きでリフレクター貼られてないから、まあ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 、ダイマックスして打ち合うんだったら、いや、相手ここ剣舞で相手だけ A1 段階上がってんだよな。だから剣舞だったら、まあラッキー捨ててターン稼ぐかな。 K
剣舞。こう、相手が大魔剣内と、めちゃくちゃ弱いから、多分大魔すると思うんだよね。技構成これか。まあ、ラッキー捨てるしかないかな。ここもう一剣舞はね、ちょっと強いけど。いやー、ただねー、いやー、もう一剣舞するんかな。ラッキー引き一手読みするんだったらもう一剣舞なんだけど、こっちがダイジェットを知ってた時に、えぐいんじゃないかな。かなり。レクターないわけだし。相手も引いた。引き先がいるってことか。ポケコはこれは捨てなのか。捨ての動きなのかな。壁、レクター貼るんかな。挑発一回入れてきそうだけど。挑発読みで投げるか。いやー、ちょ、ステロでよかったな。ランド。いや、これただ、ランドに投げ2回入るから、割とね、楽じゃないと思うんだよね。で、裏海洋画まで考えると、壁が3ターンでしょ？ラッキーできれば残したいな。メタモン引いて、切り返して、まあ海洋画いける前提ならそれでいいか。メガネじゃないんだったら、まあいけるから。ここ海洋画かな。着地させてきた。いやー、ここの釣り、まあ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 、釣れるね。ただ、これで釣られると、僕はね、僕のメタも海洋画になるんですよ。よいしょ。ドーン。技見れるね、しかも。霊美、潮吹き、根源の波動、雷。ダイサンダーが打ってないから。ちなみにダイマックスしたら、150出るんか。いや、メガネならたらイベルタルで詰める感じになるから、こう一回ラッキーに引こうか。まあ、雷打ちたいんじゃないか？まあ、そうだよね。結構強烈だしね、こっちの圧力。これで、これはメガネじゃないわ、絶対。いや、一発麻痺か。まあ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 、まあ、しゃあないしゃあないしゃあない。ステロ巻きたいな。ステロ前行ってヒットポイント削れば、威力下がるから、ここちょっと頑張って動いてほしいな。で、ランドロスは多分ダイマで切り返せる感じがするから、無理に行くことなくて、いやーちょっとね、ラッキーまひったのはだいぶ想定外だったけど、コマメタモン返してよくて、ランドロスはメタモンで見れないけど見れるね。威嚇が、あだになるな。なんかトレースポリッツ後投げしてるのとさ、似たノリがあるけど。だいまここで捨ててくれるんだったら、頑張って詰めれなくないと思うんだけど。まあ、ラッキーが投げで、結構もう、ランドロス終わらせれる圏内っぽい雰囲気が、なくもなかったりしたから、なんか、多分、ビビってダイマを切ってきたんだろうけど。こうやったら威嚇入ってるから、まあ、だいぶいいんじゃないかな。全然良くなかったわ。全然良くなかったけど、イベルタルでジェット一回、押せばなんとかなるわけだから、さ、ラッキーとメタモンで、こっから捨て捨てでやって、2回目の威嚇入れる。で、イベルタルになって、っていうルートを取るか。いや、裏、コケコと海洋画だから、素直にね、メタモン捨てなんじゃないかな。おそらく。飛んでいいか。まあ、どっちみち、ここは死ぬから。威嚇で A1 段階下がっ
ってるから、まあ、雪崩を食らうことにはなるけど、押し切れそうな雰囲気を感じてるけど。雨上がる。これでイベルタル投げでよくて、でロック食らうとさすがに痛いから、ウォールとかなんかな。まあここウォール読みで即引きとかがちょっと困るけど、まあランドロスこの HP でステロアート1回入れば死ぬから、アステロと投げで死ぬから引けないんじゃないかな。で、剣、弾でもなくて剣舞しないランドロスだと、多分ラッキー一発で、まあでも、微妙なとこだな。まあでもなんだかんだ俺はちょっとポケモンっぽいポケモンをしてるわ。ちゃんと。っていう気持ちになでてる。相手がボールなんだ。まあまあまあ、これはまあどっちでもいいか。あんま変わんないし。で、ジェット押せれば、海洋がより速くなるから上からアークぶち込んで、とかでもいいし、まあそれでいいか。で、ラッキーで裏2体詰めよう。そんな感じで。なんかやっぱ、あれだね、受け駒使ってうまくダイマックスからして、とかができると。いや、コケコは無理じゃないか、さすがに。あー、まあでもジェットからせるか。いやただね、ランドロス相手もほとんどろくに仕事しないでしょ、こうなると。あー、ここ倒せんのでかっ。 OK で海洋が出てくるなら、釣られるの考えるとアークの方がいいんかな。いやまあレビとか耐えるっしょさすがに。あー待って、でもエレキフィールドの雷は結構えぐいんじゃなかろうか。海洋がダメ系するか。メガネはちょっと考えてもしょうがないから。だ、マークで落ちないんじゃないかな。ダメ系をして。ギリギリ落ちるか落ちないか。耐久振ってないんだったら、まあ、ワンあるぐらいかな。で、いや耐えるな。突っ込んでいいと思うんだけど。まあ落とすならそれでよし。耐久振ってなかったら多分ランスで落ちる。落としてね。落ちない。ただワンチャンここを耐えると思ってるんだけど。ああ、それは余裕じゃね？それは余裕じゃね？これ霊美か、なんか雷がフィールドマット。で威力出るから雷で倒してランドロスで多分ラッキーに頑張るんかなと思ってたんだけど、これならまあいけるね。 OK 多分なんとかなったと思うけど、まあまあまあ2勝したんで、ね、お疲れ様です。